皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。あってよかった、いつもの場所に。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と、気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。3月30日、地上波では、全く伝えられない、中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で、水位は 157.56 メートルです。27日と比べると、19センチの低下。ついに下がり出しました。ダムの貯水側で見ると、水位は、この辺りではないかと思われます。昨日の夜9時のデータを見ると、上流の観測所での流入は毎秒5370立方メートルで、三峡ダムは毎秒5700立方メートル。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は毎秒330立方メートルと推測されます。上流の観測所の流量はかなり減っているようで、時間差で三峡ダムへの流入も減少しています。一方、今朝8時の放流量は毎秒6060立方メートルで、前回とほぼ同じ。おそらく 20% 程度の発電状況、6基前後のタービンが稼働していると推測されます。三峡ダムの貯水位について確認しておきます。これまでの実績値をプロットしたグラフ、緩やかな上昇トレンドだったものの、その上げも止まり、ついに下がり出しました。ちなみに、去年の今頃は 165.40 メートル。今後についてはどうでしょうか。ここのところ、ダムの上流での大雨はありません。先ほども触れましたが、上流の観測所での流量ははっきりと減少傾向。一方で、放流量はいつものように流しているわけですから、当然水位は下がることになります。今の状況を見る限り、例年通りのグラフになる可能性が高いかと思います。西庵チャンネル。さて、先ほど上流の観測所で流量が減っているというお話をしました。今月初めには毎秒7000立方メートルほどあったのに、今は5000台になっています。流入量が減る原因として最初に考えられるのが、上流地域での少雨、雨が降らないこと、そしてさらに上流地域で雪が降ったり水が凍結すること、最後に最上流のダムで貯水を始めること。他にも原因がいくつかあるかと思いますが、大きな理由としてはこれらになるかと。今回は3番について少し見てみたいと思います。いつも表示しているこの略図、地図で見るとこんな感じになります。三峡ダムから遡ること1000キロほど上流に4つの大きなダムがあります。そのうちの1つがバイフタンダムで、ここは三峡ダムに次いで世界第2位の水力発電設備を持ちます。こちらは3月25日のセンチネルの衛星画像。ご覧の通り、アーチ式の巨大ダム。大きさの違いはあれ、日本にも同じようなダムがあります。三重県にある松蓮寺ダムだと、このような感じ。放流した水を受け止めて、勢いを減らす、副ダムというのがあります。イメージいただけたでしょうか？先ほどの衛星写真に戻って、今月初めのものはこちら。ご覧の通り、副ダムがはっきり見て取れ、現地の水位が下がっていることが推測されます。これを見て、単純に水の量が減ったのかなと思う反面、こちらも思い出しました。去年の1月、ダムができてほやほやのために、水を抜いて、点検を実施していると、ニュースになっています。ですから、今年も水抜きする可能性があります。こういったこともあり、下流に位置する観測所や三峡ダムでの流入が減っているのかもしれません。あくまでも推測になります。こちらはダム周辺の月別年間降水量になります。3月も終盤となり、いよいよ4月、これから徐々に雨の量が増えていく時期となりますね。ウィンディーで直近12時間の実績を見てみます。ご覧の通り、三峡ダムの上流、そしてさらに最上流ともにほとんど雨雲は観測されていません。何やら超常現象が発生しているようですが、今回はスルーします。観測機器の調整不足でしょう、きっと。次に、向こう1週間の予想を見てみましょう。前回の動画では、次にダム周辺で降るのは、今度の日曜あたりかとお伝えしていたところです。
今回の予想でも、日曜から月曜にかけて、かなり雨が降る可能性があります。これらの雲は東に流れて行き、やがて日本にまで来るかもしれません。続いて日本です。今朝7時までの雨雲レーダーの実績。関東にかかっていた雲も抜け、おおむね晴れていそうです。一方、沖縄地方は大陸からの影響で、広い範囲に雲ががっつり広がっています。こちらは京都の観光地、宇治川沿いの桜です。昨日は風がきつかったものの、良い天気で桜は満開でした。この週末、お出かけしてみてはいかがですか？西安ツーリストです。三峡ダムには、洪水調節、水力発電、水運といった役割がありますが、観光資源としても利用されているのをご存知でしょうか。ダムが完成する前の1997年から、観光スポットとなっていたようです。今は感染症の関係で制限されているようですが、それまでは三峡ダムを見ようと、わんさか観光客が大型バスで押し寄せていたようです。赤い丸印のところが主な観光スポットだそうで、上2つの地点にはダム内の乗り物に乗って移動できるようです。下の赤丸のところはダムが正面から見える場所で記念公園です。今はもう無理ですが、ダム直下の場所や天馬、それにダム上流側の仕切り包みのところにまで見学できたという情報があります。そして、このチャンネルでもお伝えしている例のタワマンの近くに半島があります。ここが2020年、木魚島公園としてオープンしたようです。このように、観光資源として何とか利用しようと企んでいるようです。特に、学生が課外授業の一環として訪れているとのこと。ダムの重要性と理解を広めようという意図があるのかもしれません。これまでに訪れた人数は、延べ1500万人らしいです。人だらけ、ですね。中国人は無料らしいので、余計に多くの人が見に行くのでしょう。そして、外国人からはがっつり入場料を取りましょう、ということなんでしょうね。ちなみに、冬場にはライトアップされています。さて、視聴者さんからの情報によると、しばらく動画を見ていないと、チャンネル登録が意図せず外れる現象があるようです。以前の動画で、この件、お伝えしたところ、同様のことが起こっていたとコメントいただきました。YouTube の仕様なのか、不具合なのかは不明です。お手数ですが、今一度ご確認いただき、登録が外れているようでしたら、再登録していただければ幸いです。